このシンポジウムはですね、火山の噴火が起きた時に、災害の軽減や、科学観測のために活躍が期待されている、無人観測者、ローバーですね、それから無人観測飛行機の開発グループが分野を超えて集まってですね、実際の火山地形を使って、実証試験や、情報交換を、行うシンポジウムです。遠隔操縦とか、不整地走行の技術というのは特にですね、惑星探査の分野で、必要な技術なんですね。ですので、宇宙関係の研究組織とか大学の、さまざまな研究室も、このシンポジウムに参加をしています。このような特殊フィールドを使った実験というのは普通はなかなかできるものじゃないんですね。ですので、私たちの月面探査ローバーのプロトタイプも、この、 場所フィールドを利用して実証実験に、参加しています。
最後浜辺に降りてきまして、ちょうど砂浜とこう溶岩がですね混じったような地形がありましたので、これ非常にこう月に行ったらねこういう地形あるんじゃないかなという地形に巡り合いましたので、そこでいろいろ実験ができて非常に有意義だと思います。それからちょっと夕日を見ながらですね綺麗な絵も撮れたのでとても良かったかなと満足しています。